どうも、私は自然昆虫生き物を愛するものです。はい、ちょっと真ん中に見えますのはね、青大将の青ちゃんですね。なおちのね、家に来てなかなか慣れませんけどもね、早く慣れてほしいですね。そう、神の山でね、出会ったんですね。木にね、登ってたところをね、私なおちが見つけたんですよね。まさかあのタイミングでね、出会えると思ってなかったですからね。これは本当にね、縁だとしか思えませんでね。本当に、ね、もう幸せに してやろうと思ってますんでね。一緒に幸せになろうね、青。ね、一緒に幸せになりましょう。ちょっと後ろでね、蜂がブンブン言ってることが入ってるかもしれませんけどね。まあ、ちょっと気にしないで。かわいいですね。ゆっくり。近づいてきますね。まあ、ようやくね、ようやくこう人が離れてね、まあカメラだけ置いてね、ちょっと見てましたけども、ほら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 、近づきました。おお、押し上げようとしてます。あー、口開けました。食べましたね。食べましたね。見事に大口を開けてマウスをかぶりと、おお、大胆にいきますね。いや、これほんと2回目のね、食事のシーンなんですけど、1回目はね、ただね、トーンとね、置いてね、放置しただけなんですけども、まあ、食べるとこね、まあ、見ようとしてやっぱ見れませんからね。こういう形ででしかね、ビデオ録画して見る、まあ、これぐらいしかできないでしょうね。まあ手乗りでね、開けるなんて人もいますけどもね、まあなかなか難しいんじゃないですかね。そこまでまだまだね、来て間もないんでね、まあ、きちんとね、まずきちんとね、食べるかどうかがね、まあ、心配だったわけですよ。きちんと食べるかどうかをね、それがまず心配だったんですけども、まあこの動画をね、見てね、あ、しっかり食べてくれたなと。ただね、ちょっとこれ見てるとね、どうなんですかね、これ、ヘビ飼ってる方、詳しい方、これね、足らないんですかね。まあ匂いが残ってるから、こう、ね、嗅いで探してるのかもしれませんけど、これ足らないんですかね。餌が足らないから、やっぱりこういう感じで餌があったとこうろうろして匂い嗅いだりしてるんですかね。結構ね、これ長いことね、この器のところね、うろうろしてるんですよ。ほら、わかります？まだなんか餌探してる感じもするんですよね。これ食べ足りないんですかね。どうなんでしょう。このね、青大将の青ちゃんはね、まあ、2メートルはないんですよ。おそらくね、160センチ、170センチ、そんなないと思うんですけどもね、マウスはね、M 与えてるんですね。これはペットショップのね、お兄さんが M で言ってたんでね、M で。ほらほらほら、やっぱりまだね、食べ足りないのかなと思ってしまうんです、私。ちょっとかわいそうじゃないですか、なんかね、食べ足りないんだったらね。L がいいんですかね。冷凍マウス L がいいでしょうかね。M1 匹、まあ3日4日に1回ね、与えてるんですけども、どうでしょうね。なんかこれ見てるとね、なんか足らないのかなと思ってね、ちょっとなんかかわいそうな感じしちゃったんですよね。なんか探してるね、この感じがね、ちょっとかわいそうだなと。どうなんでしょうね。まあ餌はね、まあ冷凍マウスですね。ピンクマウス与えてますね。一応大きさはね、まあ、一応お店の人にね、話したら M サイズぐらいがいいって言うんでね、まあ M サイズ与えてますけども、M サイズでどうかな？とりあえず足りてんのかな？まあ4日に1回、5日に1回ぐらいですかね。あげてますね。まあ大体食べるのに30分、40分ぐらいかかったかな？40分ぐらいかかったんだよね、食べる前にね。やっぱりヘビはね、すごく神秘的でね、
いいですよね、静かでね、かっこよくて可愛くて、あー本当に泣きませんね。はい、ごめんね、ちょっと猫のね餌ね、食べたね、あおちゃん食べたの餌、あおちゃんじーっとしてますね。水替えもねしっかりしないといけませんね。この中にねムンキーしちゃってたんでね。ヘビはね本当に水をよく飲むんですよ。ヘビはねよくね水飲むんですよ。で水によく浸かるんですね。だからね綺麗な水入れとかないとね。たっぷり入れましょう。たっぷり入れましょうね。なみなみと入れましょうね。よーし、しっかりね軽く抜きした水ですからね。いいでしょう。ねもうたっぷり飲んでね。あじゃあたっぷり飲むんだよ。あとちょっとね霧吹きでね少しね。乾燥をね、抑えておきましょうね。まあ、これかかっちゃって敏感ですからね。画面ね、ちょびっとだけ聞こえたからね。よし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 よね、この高さがね大体まあ30センチあるかなってぐらいなんですよ。でこのね奥行きがね大体まあ25センチなんでね、まあ木をね登るのをね得意とする青大将ね、青ちゃんね、やっぱりちょっと高さね、高さやっぱりまあ60近く欲しいですな。まあ、幅はね横幅はいいんですけどね、まあ、もうちょっと横幅60ぐらい欲しいですよね。60ぐらい欲しいね、奥行きもまあ30、40だね、奥40ぐらいね、幅がね、まあ、60ぐらい、高さがね、まあ、高さも60ぐらい近く欲しいね。大きい球技は必要ですね。あーかっこいいですね、はい、もうこんなとこでね、まあ、青ちゃんのね、まあ、日常ってとこでね付け、動画にね撮らせてもらったけどもね、これからもよろしくね。はい、それでは皆さんまたねお会いしましょう。バイバイ。大将だ。うわー、大大将だ。何？もう出会えちゃった。うわー、これはもう買うしかないな。捕まえるの？捕まえるよ、なんで？どうやって？手でバシって。大大将いましたね。どうすんの？どうないよ。青大将さん、青大将さん、僕の家に来ませんか？青大将さん、いい顔してんね。ほい、ピロピロピロ、いいですね青大将。